って嬉しいな。そうだ、たくさんの世界で歌や音楽が響いてたね。みんなも聞けたかな。うん、どの歌も素敵だったね。あの子たちも頑張ってるみたいだから、私も頑張っていっぱい応援したいな。みんなも一緒に応援してくれるんだね。それじゃあ歌に乗せてみんなの思いを届けよう。別の世界なんだよ。二人が来てくれてみんなも喜んでるみたい。みんな、なんだろうこの光。でもすごく綺麗。こんにちは、花里みのりです。あじさは小羽です。そのよろしくお願いします。みのりちゃん、小羽ちゃん、私と一緒に歌わない？ミクちゃんとこんなすごいステージで、いいの？もちろん。さあ一緒に歌おう。うん、よし張り切っていこうね。Thank you.
しかったね、みのりちゃん。うん、みくちゃん、歌わせてくれてありがとう。私も一緒に歌えて楽しかったよ。また会おうね。うん、みなさん、ありがとうございました。なんだ、どこなんだここは。君たちも来てくれたんだね。みんな待ってたんだよ。この光は、みんな君たちの歌を待っているんだよ。ん、みんなとはつまり観客がいるということか。であれば未来のスターたるもの、歌わないわけにはいかないな。絶対に最高のショーにするぞ。ミク、本当に歌を持っている誰かがここにいるの？え？わかった。それなら。さ、イチコちゃんも。うん。みんなで一緒に歌おう。それじゃあ、ミュージックスタート。まさに未来のスター。不思議、初めて会ったはずなのにこんなに息が合うなんて。よかった。ミク、一緒に歌わせてくれてありがとう。それにここにいるみんなもすごく楽しかった。そろそろお別れの時間みたいだね。お、そうなのか。ミク、楽しかったぞ。ではな。ありがとう、ミク。ミク、また会えるかな。うん、きっとまた会えるよ。バイバイ、みんな。あの子たちと一緒に歌えて嬉しかったな。みんなもあの子たちへの思いいっぱい届けられたかな。そう、よかった。これからも一緒にあの子たちを応援していこうね。それじゃ、みんなもま
またね。